どうも皆さんこんにちは、星しいたけです。 How to survive ゾンビアイランド2実況をやっていきたいと思います。さあ、それでは今回やっていくのはレベルキャップを解放ということで、レベルキャンプレベル10から11に上げていきたいなというふうに思っております。そのためにはどうやらゾンビが襲来してくるらしいので、まずはここですね、入り口、一箇所しか入ってこれない入り口に、大勢で退去されても困りますので、一旦ここに、こんな感じで、フェンスをこさえて、まあ、こっち側は通れないように、ここの一箇所だけ乗り越えてきて、乗り越えてきたやつを倒すっていうようなね、感じでいきたいなと。で、こっち側はね、崖しかないので、まあ、こっち側から登ってくることはできないと、判断してこんなとこです。で、こっち側ね、上の方にも一応ゾンビは湧くとは思うんですけども、まあ、どんな感じでゾンビさんが来るかっていうのは、わからないんで、こっち側に分かれたら正直、最悪やなと思いつつ、まあ、ほったらかしてはいるんですけども、まあ、こんな感じで一応入っては来れないように、バリケードを立てて、で、あとですね、まあ、ここにも一応ね、こんな感じのちっちゃいの立てて、こっちはもうちょっと木材がもう足らないんで、ちょっと掘ってはいるんですけども。で、あとパイロンを立てるということで、パイロンをね、一応ここに立てました。ここね。で、一番端っこで、この子は基本的に、この中にもう分かれたらおしまいなんですけども、まあ、マップで言うと、よいしょ、拡大したらね、こんな感じで拡大なんですけども、このアイテムボックスの下のとこからしか入ってこれないんで、っていうことを期待して、まあ、一応この奥に立てると。で、もし攻めてきてもいいように、またここにもバリケードをガードして、まあ、一箇所ね、ここだけ乗り越えれるようにという感じで作っております。これも一応正面は、木製フェンス低いってやつですね。で、レベル B となってます。これで耐久度が4500あります。で、こっちのでかい方が耐久度レベル B ということで5850。で、こっち側はね、一応何もしてないんですよ。レベル A ということで1500しかないと。もしかしたらこっち行くと、この一番向こうは、ここもね、A なんで破壊されてしまうかもしれないんですけども、まあ、そんな感じでね。で、ちなみにここのフェンスも立てただけで改造は一切しておりません。よいしょ。で、あ、いつの間にかこの武器の工房2階建てになってんだ。で、こっちもね、一応同じようにレベル B。こっちもレベル B というふうにはなっておりますと。では、そろそろやっていきたいと思いますので、アイテムを置いて、一応ね、持ち物チェックだけしていきましょう。武器は、近接待ち得ては装備はしないのでね。一応、プロテクターの弓と、アサルトライフル。で、めっちゃ強いのが出てきたというように、ピッチフォーク。遠投用ですね。このダメージ遠投用ダメージが750もありますよね、一撃で。多分現状、一撃ダメージはこれ最強かなというふうに思います。で、あとは、ま、弓と矢尻付き。こっちは30ダメージですけども、矢尻付きは35。まあ、貫通用を考えても、こっちの貫通用も35ありますんでね。で、あと、防具の方は、メカニカル。で、メカニカル。あと、エリート兵士と。で、一応、まあ、敵がいっぱい来るということを考えてですね、照準時間が短い方がいいかなと思いますので、まあ、エリート戦術ドローンということで。で、あと、お水が2本と、まあ、調理したウサギの背肉ね、牛肉のエンドウ添え、シラチャ、オレンジジュース、お肉という感じで、こんな感じでね、食い物と、包帯もね、39個持っております。こんな感じで行きましょうかね。あ、この薬草があるわ。ということで、行きますか。そろそろね。ご飯はギリギリいいかな。で、弓矢だけね、もっと先に、もう貫通でいけるように、こっちね。まあ、これはもうなくなっても仕方がないでしょうということで、これで行きましょう。これあれやな。ちょっと遠いところにしたのまずかったか。ここでクエストを受けるんですね。私のパイロンを設置することにしたんだな、サバイバー。素晴らしい。道に迷ったサバイバーの助けになるだろう。ということで、アタックナンバーワン。ああ、サバイバー。信号を発信しに来たのかね。そんなに報酬が欲しいのか。本当に準備はいいんだな。わかった。
ただ言っておくが、ゾンビの襲撃による損害は、コバック保険の保証の対象外だからな。あは？冗談はさておき、君の準備ができているなら、信号を発信しよう。Good luck, Survivor。さあ、ということで、キャンプレベルの上限をさらに解除するには、君がキャンプの危機を救えることを証明しなければならない。パイロンが破壊されるか、キャンプの耐久値がなくなると失敗だと。信号に引き寄せられてくるゾンビの群れからキャンプを守ろうということですね。はい、ということで行きましょうか。まずどっから攻めてくるかっていうのを自分は見極めなくてはならない。ここからであることを祈る。どこ？まさかこっちにいねえよ。いるんじゃねえか。まあ、だからここからは湧くわね、当然。まあそうやね、当然ここは湧くわ。あとはこの中から入ってくるやつやね、をやりたいんだけど全然来ねえぞ。お前そっちなんや。嘘やろ、そっち入ってこれんの。知らんかった俺。ちょっと待って、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 ここだから塞がんとあかんな。次の課題や。これは知らんかった俺。お前ら行くの早え。飯食わせろ。今立てれるか。木製フェイス高いなったかな。よし、こんな感じで立っとこう。ここでも通れるな、まだ。低いのあったか、低いの。あかん、無理。うわー、コバックチャレンジに成功したぞ。これでだから、一応いいんや。まあ、こんな感じでやっぱり、だから入り口さえ防いでしまえば、いいということが分かったんで、今度はちょっとここやね、ここの入り口を潰そう。潰してもうちょっとマシなように改造だけしましょうか。は、攻撃されてるぞ。パイロン、嘘だ。あ、そうか、ここ通れるんか。めっちゃいるし、めっちゃいるし。ああ、壊されてた。気づかんかったな、ここ。やっぱりだから、この辺の中から湧くんやね。この中、さすがに。ああ、仕方ないっすな。これ、湧き潰しとかいうことはできるんかな？コンロっていうか、キャンプの、あれを置けば。はあ、武器工房！ちょっと待って待って待って、どこ？やめてくれるかな？ここか、ここ通れるの知らんかったな。いや、ゾンビさんにまさか自分のエリアの弱点を教えてもらうとは思わんかった。なるほどね。ここだから、まさかここはさすがにだから通れないんやね。どうすっかな、じゃあ。ここら辺に何重かにバリケードを立てとけば、最悪は、いけるってことやな。フェンス高いやつ。あ、もうなくなった。これやな。フェンス高いのを、こんなとこ置けるか？ギリギリね。よし、ここに立てといて、これアップグレードしとこう。ね。これで、外からの防衛はまずまず大丈夫やな。あともう一箇所ぐらい言うたら、ここら辺に立てとけば、まあまあまあなんとかなるか。あとやっぱりあれやね、パイロンが遠いとちょっとダメか。見えないね。ちょっと自分のこの位置が。そやね、パイロンだけ、
ちょっと改良の余地ありかな、場所として。近場に寄せといた方が良かったかな。まだ君か、サバイバー。次のチャレンジの準備はいいか？アタックナンバー2ということで、キャンプレベル20やね。まあ、とりあえず20までは、まあ、ほっといて良さそうですね。ということで、これで、キャンプレベルが上げれるようになったということですので、ちょっと待ちを先に。いや、意外と1分耐えるだけやったらあっさりしたけど、これが多分だから今後ね、レベルが上がっていくにつれて、これが多分、襲撃が厳しくなるんやっていうのは、まあまあ、予想だにつくところではありますね。さあ、ほんでは、違う。シンプルでいいや。さあ、じゃあレベルを上げましょう。キャンプのね。11。あ、まだ上がるな。ちょっと待った。結構普通に襲撃してくるやん。ちょっと待って。どうすっか。普通に来るな。なんかね。どこだっけ？なんか木人剣みたいな。これや。回転アームっていうのがあるんで。こんなん作ってみて、ここら辺に置いといたら、ブンブン吹っ飛んでってくれるかな。ここに置いとけばいいか。この入り口に。ここって他に来ることはできひんやろ。ここに置いといてやるか。回転パンチをな。回転パンチ。これをや、どこだ？あ、俺が邪魔だな。自分が立ってるところがね、こう、アイテムが置けないんでね。ここ。アップグレードができねえ。これがね、多分これでくる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 なってくれることを期待して。で、キャンプレベルを上げたのと、自分のレベルもこれで上げれるんで、53万ぐらい経験値があるんでね。いいですね。これで、あと、クロスボウ、ハンドガン、アサルトライフル。まあ、特に現状はいらんかな。はい。11どころでは、特に、解放できるものはないね。さあ、これで、武具工房もね、ちょっと、あれがないんですよね、あの、釘が必要なんですよね。他は、そうやね。とりあえず、レベルも上げれてないから、特に何も武器もあるわけもなく。いいでしょう。はい。じゃあ、とりあえず、コバックさんところに行って、コバッククエストでも受注しに行きましょうか。ここに入る。釘置いてくれてないな。飲み物もないね。これですね。情報提供者、レベル11。まずレベル11になっていきましょう。ここしばらく何か妙なことが起こっている気がしてならなかったのだが、今朝やっと分かったのだ。匿名の人物が無線で私にコンタクトしてきたのだ。私の身に危険が迫っている。私の命が狙われていると。この私を、地上に生きる聖人のごとき、この私を狙っているだと。人間というものは実に、ボングだと思っていたが、最近は輪をかけていかれているようだ。ともかくその男に会いに行ってくれ。時間通りに合流地点で落ち合えば、さらに詳しい話をするそうだ。絶対にゾンビが来ない場所に隠れていると言っていた。いや、そんな場所があるのかどうか、私にはわからないが、彼はそう言っていたのだ。
まあいい、急いでくれ、サバイバー。時刻は刻一刻と過ぎているぞ。はい、ということで、情報提供者の気が変わる前に彼を見つけ話を聞こうと。鉄のネジがどうやらもらえるそうですね。経験値も 8.7 倍で 34,618 もらえると。ゾンビ襲撃がね、邪魔くさいですね、これは。回転アームも置いといたんで、とりあえずあそこの隙間には入りづらくはなったかと思うけど、どこ？マップを開く。どこかのどうやら街ですね。あ、まだよかった。まだ1上がったぐらいじゃヘッドショット一撃で倒せるね。これがヘッドショット一撃じゃなくなると、そろそろなんかシンプルな弓矢だけでもきつくなると。よし、ブーさんもとりあえず一撃ね。あとは、またこういうところがあるのね。あ、これ。よいしょ。あ、布切れだけもらっとこう。これは、武器を変えたところで無理やね。とりあえず武器を、まあどうでもいいんですけど、海賊のサーベルからフルーレに変えてみました。変えたところでね。ああ、ミスった。コインか。攻撃力は全く一緒なんでね。もう、モーションも一緒でしたわ。なんかインスタントキルするときの、モーションが若干違ったぐらい。なんか地面にぐさっと突き刺すっていうのが、海賊ソードではなかったんですけど。巻き込み事故。お、開く？ドライバーが何個持ってるのかがわかんないんよね。ドライバーの本数だけ確認しとこうか。15本あるから、まあまあ、当分いけるね。2回あるわ。こっちは何もないね。今欲しいのはネジ。これね、こんな叩きつけとか剣ではなかったのに、踏みつけとかはあったけど、膝蹴りはありましたね。こういうのがなかったんですね、ぐしゃっていうのは。これは向こうへは行けるけども、こっからではどうやらないね。車を乗り越えていくわけでもなさそうなんで。まあこんなもんか。これね、こういうのがなかった。ということは、ここから2階に出て、あ、ブロックあるわ。あれ、この家生きてないんか、まだ。よいしょ。アルミと。よいしょ。出る出る。なんかこの辺なんか、なんか、これか。こちらには、いいもん来い、いいもん来い。いらね。メガネの、あ、ドライバー入ってた。よかった。使った分返してくれるのはありがたいね。これはどっから入る？こっちか。ナイロン。オレンジ。オレンジジュース飲んどくか。オレンジジュース確か 30% ぐらい回復やったからね。で、こっからこっち側に飛び降りる。はい、行って。くそ。あ、やっべ、ペリカン便がいる。やべやべやべ。いい、奇跡。あ、こいつ相変わらず2発キルだね。早い。あ、ミスった。よし。チョコバーはね、5% ぐらいしか回復せえへんわ。のどかわくわで。
意外といらんアイテムやったりするんでね。ネジ、布切れもらってと。ん？ボルトね。で、あぶねえ。とりあえず、犬がいる。間に合うね。マップをちょっと拡大しよう。どこかわからん。よし。よし。ああ、間に合った。間に合うねー。まあドローンのおかげなのか。ここはあれやな、何かしらのお店があるな。弾丸モールドと、これなんだ、どこだ、オレンジジュース、どこにあった。銅のあぶみと、鉛のかけら、火薬。結構ここあれやね。いいもんが。あ、あ、なんだ。コーンビーフとかこんな見えない位置に配置されても困るけどね。ここにもなんかあんの。で、向かいへ、お、なんかある。鉛の板。オレンジ。オレンジもうちょっと飲んどくか。よし。で、これもやな。鉄板とナイロン。こんなところか。あー、なんかドライバーや。ドライバーは欲しい。ドライバーだけちょっと回収を。またなんかあったな。あ、これか。木の板材。いや、どっから来たん？よし。あー、重たくなってきたね、そろそろ。アルミ缶はいらんか。これは、金属板。ああ、なんか来た。犬ころが来たわ。いや、いっちょ痛い。炭酸飲料はな、今はいらんか。よいしょ。で、どうすっかな、これ。マップ。これどっちに広がるかな？こっちぐらい先行っとくか。ん？コインね。あ、この上が白くなってるから、これ以上は先はないっていうことやね。うえ。こっち側が先に行っといた方が良さそうやね。あー、ゾンビ大丈夫やな。よし。よし。なんや、意外とゾンビ襲撃も大したことなかったな。ああ、何にもねえな。
アイテム類がどうもなさそう。こっち側に入ってもないよな。2階に期待するしかないな。屋上に出てもないね。こっち側もない。アイテムらしきもんは、うわ、全然ないわ。よっ、こっち側にもない。あ、いや、あるぞ、こっち側は。ちょっと待って、これはどうやって行った？こいつ、なんでいんの、そっちに。やべ。これ以上向こうはないはずやねんけどな。どうやって行く？ん？そんな無理やろ。やっぱり向こうしかないと思われるので、向こう側だと期待していきますか。あ、ちょま、ああ。これはいいよな、これで。だから、ここへ入れば OK やろ。よし、で、オッケー。よし、これで回収したな。で、こっち側は白くなってるからないはずないんやけど、なぜか敵がいたっていうね。乗り越えれる要素がないもんね。とりあえず上からちょっと潰していこうかな。広いな。だいぶ広いわ。これで、あ、こっちはこの犬がの、犬の声が。ゾンビ大集合しそうやな。ちょっとまたあっちへ戻って一回。よし。これは、まだ来てないところか。はい。ということでですね、今回は、まあ、ここまでにしておきましょうかね。はい。ということで、また次回お会いいたしましょう。またねー。